賞でございます。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせていただきたいですか。はい、自信はあったんですけども、まあ、本当に、優勝できて嬉しいです。歴代野王と呼ばれているこのタイトルですが、その辺はいかがですか。特に野王っていう称号に関しては嬉しいですけども、意識して走ったわけではなくて、まあ、競技のこの時間に走ることは多いですし、まあ、あまり変わらず、いつもと変わらないレースでした。まあ、レースですが、北日本、須学選手2人で勝ち上がりましたが、その任せて、どういった気持ちで任せましたか。はい、まあ、前日に言った通り、彼が今乗れてる、いい走りをしているので、まあ、その脚力を殺さないような展開に持っていければチャンスがあると思ったので、本当にいい走りをしていました。そのレースなんですが、まあ、須田選手に任せての競技だったと思いますが、ジャンで一番後方になったときに、そのあたり、どのように感じましたか。まあ、一番後方だったんですけども、前段もつれてたので、まあ、ジャンではもう踏み出してたと思うので、まあ、これはいけるな。まあ、ただ、やっぱり優作君の外走って、で最終的に平原さんと並走してしまったので、ちょっと厳しいレースに姿君はなったと思うんですけど、まあ、彼がそこまで攻めてくれたので、結果は僕についてきたと思います。そこからの判断はもう素早くできたかったんですか。はい、もう止まったので、スピードも合ってしまったので、まあ、申し訳ないですけども、自分の勝ちをそこで他の人に譲るわけにもいかないですし、まあ、全力で待ってもらいました。その踏み出したとき、手応えというか、いかがでした。いや、きつかったですね。まあ、うち指名気味に行けば楽なんですけれども、まあ、平原さんもすんなり出させてくれるとは思わないですし、まあ、そこで、ね、後ろを落車悟っても仕方ないので、まあ、外走って、そしたら深谷君がうちに盛り返してきたので、本当にきつかったですよ、はい、気力で最後。その踏み込んで、まあ、優勝を実感したのはどのあたりでしたか。いや、もうゴールです。その後の声援とかは。いや、もうずっとジャンから息止めてて踏ん張ってたので、もう聞こえなかったですね。はい、まあ、それで、今回、タマライトレスで優勝しましたが、競技と同日というのはずっと聞かれていることだと思いますが、今後の予定などを教えていただけますか。はい、まあ、この次のレースになるのは、オールスター、地元オールスターなんですけども、まあ、その直後に、代表に選ばれればアジア大会があります。まあ、競輪で言えばオールスターは、まあ、昨年優勝してまた弾みになったと思います。そのあたりいかがですか。はい、本当にもうしっかりと脚力を発揮できる展開になれば、まあ、勝負はできると思いますし、まあ、今回新田君いなかったですけども次は走りますし、今回姿君、新山君、今回実はですけども小松崎さんとか日本の若手前へ転向する選手が多いので、まあ、地元で大会を盛り上げたいです。まあ、改めて皆さん、この交流を取っているのは、はい、ナショナルチームで培った脚力を自分に発揮して、まあ、競輪界、ナショナルチームで成功を巻き起こせるように